こんにちは、専修大学4年の星です。今回は学歴に関係なく、自分が行きたいなと思う企業に、行くための方法ではないですけど、学生時代どんなことをしたのかっていうことについて話していきたいと思います。僕は大学3年生の3月頃から本格的に就活を始めたんですけれど、最終的に第一志望の企業も含めた6社から内定をいただくことができました。正直自分では始めた時学歴がないっていうところでハンデを感じていたし、実際今の学生さん就活生でもそういうことにコンプレックスを抱えている人も多いんじゃないかなと思ってます。例えば自分は〇〇大学だからこの企業は ES で落ちちゃうだとか、そもそも先輩が言ってない企業欄に載ってないからそもそも行けないんじゃないかとか。でも自分はそういうことを言って諦めたくなかったから、自分ができることは何でもしたし、学歴がないんだったらそれ以外のことで見せようと思って行動をしてきました。なので今回は自分が大学生の時にどんなことを考えて行動してきたのか、これは就活の役に立ったなぁみたいなことがあるので、それを共有していけたらなと思ってます。何か一つでももしお役に立ったら嬉しいなと思ってます。最後まで見ていただけると嬉しいです。一つ目はカンボジアのボランティアに行ったことです。カンボジアのボランティアはボランティアやったことないなと思って、例えばこう頭いい人に負けてたら、これボランティアやってる頭いいの人に勝てないじゃないですか。僕学歴も低くてボランティアもやってなかった。でそことか全部同じところに持ってかなきゃいけないなと思って、ボランティアもやって、普通日本でやるよりも絶対海外の方がいいなと思って、部活終わって夜の2時とかまでバイトして、でも休みの日はバイトするっていう生活して、お金貯めたんですよね。お金貯めてカンボジアのボランティアに行ったんですけど、これすごいいいのが、ボランティアの経験が評価されるんじゃなくて選択肢が広がるっていうこと。例えば一番身近にある仕事ってすごい知ることはできるけど、それ以外の仕事って知らない仕事ってそもそも見つけられないじゃないですか。それと一緒で新しいことを知ったことによって、こういう生き方もあるんだとか、こういう仕事もあるんだとか、そういうことが見つかるんですよね。だからカンボジアのボランティアとは言いましたけど、何かこの時間がある時にすごい人に出会う経験とか、新しい何かをする経験っていうのをしてみるとすごい選択肢が広がるから、これもぜひやってみてください。2つ目は長期インターンをやったことです。長期インターンってすごい良くて、営業っていう名前は知っても具体的にどういうことするか分かんないけど、インターンすると結構本当の仕事に近い形で、バイトみたいな形で入ることができるから、すごい仕事のことよく知れるんですよね。かつ僕の場合はまず長期インターンやった理由ってそもそも負けたくないからっていうのがあるんですけど、プラスで全部の仕事を理解してから選びたいなと思ったんですよ。っていうのもなんか僕の部活の先輩とか、例えば僕の周りの人って結構営業に行く人多くて、営業しか知らないのに営業行くってすごい嫌だなって思ったんですよね。なんか全部ちゃんと見て、本当に自分に合ってる仕事とか自分がやりたいなって思う仕事をやりたいって思ったので、営業もやったし、他のインターンも応募したりとか個人で話したりして、エンジニアもやったしマーケティングもやった。結果として僕は営業よりもエンジニアとかマーケティングの方が向いてるのかなってなったんですけど、こういう理解に役立つからすごいやってほしい。あと就活においてすごい良かったのが、志望理由話した時に、例えばじゃあなんでエンジニアなのって言われた時に、エンジニアやってたんですよみたいな、例えば本当に楽しくてとか言ったら結構説得力あると思ってて、だからそういった意味で僕は長期インターンってすごい良かったなと思ってます。3つ目は動画編集の仕事を始めたことです。これで良かったのは、人に雇われて時給で働くじゃなくて成果で働くっていうことを教えたってことですね。結構時給で働いてるといつになったら終わるんだろうとか考えながら働いて、でも別にずっと働いればお金もらえるじゃないですか。でも成果で働くってなると、この仕事1時間かかったら単価いくらぐらいになっちゃうから、こんぐらいのスピードやろうとか、質高くしないと続けてくれないとか、すごい自分事化できるんですよね。でこれって就活にも実は生きてて、例えばベンチャーとかメガベンチャーみたいな企業とかだと、すごい自分で稼いだことある人っていうのが、自分事ができて自分で行動できる人っていう考えられやすいので、僕が受けた例えばベンチャー系の企業とかメガベンチャーの企業ってすごいそこを評価してくれて、そこを深掘ってくれたんですよね。だからここはすごいやってよかったなっていうのが4つ目です。4つ目はポートフォリオを作ったことですね。これは僕の周りにポートフォリオを作ってる人がいたので、真似してHTML とか CSS っていうのとか、JS っていうのを勉強して作ったものになるんですけど、そういう見えに見えるものを作ったことっていうのがすごい良かった。例えば僕がエンジニアしてたらエンジニアできますって言って、どうに作ったのって言った時に、全部ポートフォリオサインまとまってますみたいな。で動画やってましたって言って、このサイトまとまってて、この動画とこの動画とこの動画作ったんですよねみたいな。じゃあこいつ本当にやったんだって思ってもらえるじゃないですか。っていうので、これはポートフォリオは就活限定みたいになっちゃうんですけど、これは作ってみるともう一気に変わると思うから、ぜひこれやってみてほしいです。はい。で、いろいろ話したんですけど、ぶっちゃけこれ全部やる必要はないと思います。ただ、自分がやりたいなと思ったことはやってみるとか、これやった方がいいんじゃないかなと思ったことは、とりあえず手出してみる。おすすめは、3ヶ月は絶対やりきるっていうのが結構おすすめなんですけど、一回やりきって結果出してみて、その上で楽しいことめっちゃあるんですよね。うわ、これこんな楽しかったんだとか、あ、これだから先輩やってるんだとか、そういうのは発見あると思うので、やりきってみるっていうのはやってほしいです。で、ちなみにこれは就活でもやっぱ先ほど話した通り生きるんですけど、全部のエピソードからこいつやりきる人間だっていうのは伝わってくるので、まあなんか期間決めてやりきってくれると嬉しいです。まあとはいえ、まあ何に手出そうとか、まあそもそもやりたいことないよっていう人もいると思うんですけど、まあそういう人に僕が結構おすすめしてるのは、まあ長期ターン結構おすすめです。で、これ何がいいかって、始めるのがめちゃくちゃ簡単っていうのも、まあ長期インターン営業でしょ出てくるし、例えば長期インターンのポータルサイトみたいなのがあるんですよ。まとめサイトみたいな。で、その中から自分が好きなやつを探すってことができるので、ぜひ、探してやってみるといいかなと思います。まあ、ちょっとバイトと違うのは、入るのが少し難しいっていうところがあって、特に実績がない人とかすごい入りづらいっていうのがあるんですけど、これはもう数受けて自分に合った企業を探すっていうところ、と僕がやったのは絶対に入りたいインターンがあったので最初断られたんですけど、ぜひ一回だけ会ってみてくださいみたいな、一回会って話して、それでもダメだったら諦めますって言って話しに行って受かったことあったので、そんな感じでちゃんと熱込めて話せば受かると思うので、ぜひやってみてください。で、ここまで話してて、まあ、すごいなって思ってくれる人もいたら嬉しいですし、最近すごい、星くんすごいねとか、こんなに意識高く頑張れるのって星くんだからでしょって言ってくれることもあるんですけど、じゃあ昔から何でもできてたかっていうと、もう全然そんなことなくて。小学校の時なんて毎日朝起きて歯磨きして鏡見て、今日も顔を見ててすごい嫌だな、なんで俺この顔なんだろうって思ったりとか、もう俗に言うネガティブ陰キャみたいな感じだったんですよね。でも僕今はそんな感じ全然しないかなって勝手に思ってるんですけど、これはすごい僕の小学校の時の家庭環境が影響してて、全然親のことを悪く言うつもりもないし、全然好きな、今となってはすごい好きなんですけど、親だったりとか僕の血縁誰も大学に行ってなくて、で、親は全然自分がやったこともないのに、例えば公務員になりなさいとか、勉強していい高校大学に行きなさいとか、そういうことばっか言われてたんですけど、まあみんなも言われると思うけど、経験したことないことをそんなにいろいろ言われても全く僕は響かなかったんですね。で、僕は昔からずっと掲げてる目標があるんですけど、それは、まあ、死ぬ時に自分の子供や孫から尊敬される言い方をして死にたいなと思ってるんですね。だから子供の頃からすごいネガティブで、まあ、自分にはできないとか、自分がやってもどうせとか、ミスったらどうしようとかいっぱい考えちゃったんですけど、そういう時にあれ、このままだと僕が嫌だと思ってることになっちゃうなとか、今これ挑戦しなかったら僕が経験しないことを子供に言うような親になっちゃうなって思って、そんな自分ダサくないですか？だから絶対後悔しないように、自分がやりたいなと思ったことは絶対やりたいし、ちょっと違うかもなとか怖いなと思ってもとりあえずやってみるっていうのを頑張ってます。自分と同じような境遇の人って、まあ、そこまでいないかなとは思うんですけど、同じじゃなくても、まあ、こういう学歴にコンプレックス持ってるとか、でもそういう人も結局自分の人生なんで、いろんな経験してどんどん選択肢増やすことで自分の人生の幅広がるなと思うし、僕自身本当に今の生き方をしてよかったなと思ってます。なので学歴がない人も、なんか何かしらコンプレックスがある人も、一歩踏み出して行動する勇気を持ってほしいです。僕が頑張る理由の一つに、まあ、依存するのが怖いっていうものがあります。僕の例えば親が小学校の時離婚した時は、それこそ父の収入に依存していたからすごい大変だったし、まあ、例えば将来会社辞めたいとかもうだるいとか思っても辞められない、なぜなら会社に依存してるから、まあ、だからこそ将来例えば会社が嫌だとか、この会社違うんじゃないかって思った時に、自分が例えば転職するだとしても、まあ、フリーランスでやるとしても、まあ、会社を作るとしても、自分がその時ベストだなって思える選択肢を取れるように、今を頑張って選択肢を増やしていきたい。僕は5年後10年後どうなるかなんてわからないからこそ、選択肢を増やすようにこれからも行動を続けたいと思ってます。ここまで話させていただいたんですけど、まあ、今日の話がこれを見てる人にとって何か踏み出すきっかけになったら嬉しいなと思ってます。見てくださってありがとうございました。じゃあな。ここまで見てくれた方々に僕からプレゼントをご用意いたしました。自己分析シートだったりとか、僕が実際に使っていた質問対策シートだったり、あとは僕の就活の方をまとめたプレゼン資料だったりっていうところを準備したので、ぜひ使って役に立てていただけると嬉しいです。ということで概要欄からゲットしてみてください。